シンデレラっていうやつがいて、で、で、奴隷で、その家に、まあ、お姉さんと、お姉さんが二人ぐらいいて、で、結構金持ちだったんだけど、その姉さんたちが結構贅沢三昧な日々で、で、それシンデレラ下の子なんで、それこき使われたりして、で、ずっと屋根裏部屋とかで、毎日それいじめられてるから、しくしくそれで泣いて、悔しがってたんですけど、今度近くの、とこで、近くの城でそれパーティーみたいなのがあるからって言って、それでそこの王子様が婚約者探してるっていう話を聞いて、で姉さんたちがそれおしゃれして、でそこに行くんです。で確かで、そのシンデレラもう私も行きたいわってなってたんですけど、でもやっぱ汚い格好をさせられてたんで、もうこれしょうがねえなって、家でね、しくしくパーティー行かずにあれ泣くしかねえなと思って泣いてたら、これあれなんだっけかな、かぼちゃとかのやつで、なんかかぼちゃがなんか肥大化して、でそこから魔法のおばさん、魔法使いのおばさんがバーンって出てきて、で、まあ、シンデレラのあなたのね願い事を一つだけ叶えてあげましょうみたいな、なんかそういったんで、うろ覚えなんですけど、でその魔法使いのおばさんがシンデレラにパーティー行きたいっていうんで、それおしゃれなドレスとか着てやったんですけど、でもその魔法使いのおばさんが深夜の0時前までには必ず帰ってきてくださいって、魔法が解けちゃうんでねっていう話でやってたんですけど、でそれ分かりましたっつって、シンデレラはそういう綺麗なドレス着てて、魔法のそれで最寄りの城に行って、でそれでパーティーバーやって、そしたら目当てのおじさまっているってんで、それでダンスして、その美しいシンデレラを見たおじさまがこんななんと美しい人だっていうんで、それ大変気に入っちゃって、でそれまあお姉さんたちはそれ選んでもらえなかったから、ダンスに嫉妬してたりしてたんですけど、誰はあの子は誰みたいな感じで、でも12時になるってんで、あそろそろ帰んないとって言って王子様引き止めたりするんですけど、でも私帰んなきゃっつうんで、帰る時に履いてたガラスの靴が1個だけポロッと取れちゃって、でもそれで帰んなきゃっつって命からがら掘れ城から逃げてきて、で次の日、でもそれ王子様がそのシンデレラの美しい姿頭に焼き付いて離れないっていうんで、でその1個の落としたガラスの靴だけそれ持って、でそのね城下町バー歩いて、でこれ履いてたやつ誰だっていうシンデレラ探しに始まったんですけど、でそれお姉さんたちがこれ絶対これが履けるようになったら王子様の、あれに嫁になれるっていうんで、それでいろいろやるんですけど、姉さんたち足がデブで、その足が入んなかったり、今度痩せすぎてねスカスカだったりって、ちょうど合わないですよね、合わなくてこれはダメだわっていう話になった時、シンデレラがポンと出てきて出てきたんだけど、まあみそ場所で切ったやん汚い格好してたんだけど、でもそれ王子様がじゃあお前あなたも履いてみてくださいって言って履いたら、それガラスの靴がぴったりあって、昨日の夜のパーティーで着てたのはあなたなんですねって言って、はいって言って、じゃあ私の奇跡になってねって言って、でねそれでいい感じになるっていうやつですね。めでたしめでたしめでたし。